はい、どうもこんにちは、こんばんは。ただいま、緑色の髪色でございます。ざっとね、1週間ぐらいですね、1週間ぐらいの感じの様子なんですけど、若干この前髪がね、色が落ちてきているなという感じです。で、今回は一体これで何をしようとするのかっていうと、今回はね、普通にちょっとセットをしていきたいと思います。で、せっかくこう緑の髪色なので、緑のパッケージのワックスを使ってセットをします。なんか野菜みたい、レタスがもっと薄いね。で、今回使うのはこのね、ちょっと今下にくっついてるんだけど、このレーボのゴールドワックス、まあ、パッケージが緑色だね。これを使ってセットしていきたいと思います。ということで、まずはアイロンからしていくよ。さっき言った通りね、前髪がこう落ちてきてるんですよ。やっぱりこうアイロンをね、どうしてもこう前髪を中心にかけてしまう癖がありましてですね、それで前髪は多分色が落ちやすいんですよ。本当にこう緑ですね。派手髪って言うんですよね。こういうなんか奇抜な色って。その髪色をしているとですね、やっぱりこう街中をね、出歩くとすごい、まあ、見られるわけですよ。赤とかね、青とか、そういったね、色をして外に出歩く、そういったね、奇抜な色をする人、いや、わかると思うんですけど、やっぱりこう、見られるっていうね。大体こう、見たら大体目線が合う、大体目が合うみたいな感じがありますよね。なので、ほとんどこう、人の目を見ないようにしてますね。目が合っちゃうので、この髪色だと。大体こう見られているっていうのが分かってるって、こう、人の目をね、移動してる時とかあんまり見ないようにしたら、なんか全然こう、気にしなくなったんで。もしこう人の目線とか気になる人はもう人の目を 見ずにこう何かに集中してね、移動したりするといいです。お店とかでもなんか料理に集中するみたいな感じを意識して、まあ、こういったね、雑談をしながらセットしていきたいと思います。どこをどうしてるかっていうのはちょっとね、まあ見て捉えてください。本当にここ外羽を作ってるぐらいです。こっちも同じようにします。緑のパッケージのワックス分からなくて、記憶になくて、たまたま近くにあったこのウェーボーの緑のねパッケージだったんで、それを使って髪を作っていこうとしてるんですけど、なんか他にこうおすすめの緑のパッケージの別に緑じゃなくていいんだけど、なんかおすすめのワックスとかあったらぜひ教えていただきたいです。昔のワックスとかよく使ってるんで、こう今最新のねものとか分かんないし、なんかそこら辺どうなんだろうとか思いながら、こう最新のワックスをね使っていないので、最新のワックス事情とかを、最近出たおすすめのワックスとかあったら教えていただければなと思います。緑になってからすごい言われたんだけど、目に優しいってすごい言われましたね。どうなんでしょう、目に優しいですかね。癒しの効果ですよね、緑って。落ち着く感じの、落ち着いた、髪色的には落ち着いてはないけど、見た感じこう落ち着くような色ではありますよね。根元とかはもうめっちゃ真っ黒なんですよ。ほら見えるかな、もうすごい黒、やめてほしいぐらいの黒。でもね、やっぱり黒は生えてくるのはね、宿命なんですよね。的な感じでバッサバッサとやっております。派手髪あるある的なことをね、なんかないかな、派手髪あるある的な、こういう色をしているならではこその悩みとか。一つはバイトに困る、これはチャンネルでもよく聞かれます。バイトどうしてますかと。やっぱりこれね、髪色だとバイトがねあまり見つからないんですよ。限られてくるから、すごいそのバイトどうしよう的な気持ちはね、日本語言えてない。バイトね、ないかとか、そういう、こういう色でできるものないかっていう、こういう気持ちすごくわかります。本当に、ないよね。ないんすよ。でもね、やっぱ結構ね、でもね、探したらあるというか、割とあるんですよ。さっきからあるしか言ってないんですけど、例えば何があるんだっていう話なんですけど、一つは、まあコンビニとかでも割と、
行けるとこがあるんですね。コンビニとかでも時間帯によって例えば朝一番とか夜とかだったら使ってくれる、緑とか赤でも使ってくれる店舗があったり、あとそのコンビニはそのオーナーさんですね、店長オーナーさん次第で使ってくださるとこもあります。あとはそのオーナーさんと仲良くなればこうその店になくてはならない存在になれば髪が多少ね派手でも認めてくれると思います。実際に僕がねそんな感じだった時があったので、まずは落ち着いて髪色でバイトに潜入して徐々にこう本性を表していくとか、そういう形にするとね続けたいバイトで好きな髪色で生活できるのかなと思います。こうやってまあヘアアイロンはこんな感じです。後ろはねこんなラフな感じですね。アイロンの温度は170度でした。じゃあワックスやっていきます。ちゃちゃっとね、あと4分しかねえんだよ。ビデオの録画時間の、はい、中身はこんな感じでつけていきます。この使ってるこのワックスとかのね詳細は下の説明欄に見てありますので見てってください。ここで後ろからつけて軽くいつも通り飲み込んでいきます。で、さっきの話の続きですね。バイトなんですけど、そうですね、あとはね代表的に知り合いのこう派手髪さんとかやってるバイトで一番多いのはやっぱりアパレルですね。アパレルで、その次居酒屋的なが一番多いですね。アパレルの店員さんだと結構髪の融通が効くので髪色の融通がね効くので、割とそういうところが多いですね。あとまあこう髪に気を使ってると服も好きな人が多いので、もしかしたらそういういうとこにアパレルに滑舌アパレルに勤めてる人がなんか必然的にアパレルに勤めて、いらっしゃる人もいるのかなと思います。ちょっとねこれ夜に撮影してるんで、ね、何を言ってるか分かんないと思うんですけど、そこはね通常運転です。いつもね何言ってるか分かんないんですけど、はい、こんな感じでバサバサと大きく動かしてやっております。で、この紫このハードグロスをちょっと混ぜてもう一回つけていきます。2つ混ぜて束を軽く作っていきます。早いペースが今日は。あとはね居酒屋、さっき言った居酒屋ですね、居酒屋が多いかな。 あとはね工場ですね。帽子とかかぶっている工場とかだと髪色なんてもうどうでもいいから、工場とか勤めてる方も結構いらっしゃいます。派手髪さん、僕も実際そうでした。工場でね働いてた時期もありました、バイトで。で、まあ、あとは、まあ、まあ要するに中でね仕事をするバイトとかいいということですね。はい、てなわけでだんだんと後ろもこんな感じで、で残ったワックスでこの前髪をちょっとつけて、てなわけでワックス終わりました。はい、キャップを閉めます。これねキャップを閉めるっていう工程は大事なんですよ。本当にワックスはキャップを締めないと大変なことになります。体験談です。はい、ということでワックスが終わりました。今回はねちょっとスプレーをしてないんですけども、ワックスだけで完成ということで、はい、こんな感じですね。でちょっといつもみたいに見てみましょう。じゃあまずうるさいな服が。じゃあまずは右で左、じゃあ、こっちが右か。こっちが右で、あっちが左だね。で、後ろですね。はい、といった感じです。まあ、ワックスだけだと、まあ、こんな具合ということですね。これにスプレーをするとすごい最強になるんですけども、それはお好みでスプレーをしてみてください。ということで、緑の髪のやつが、緑のパッケージの、ワックスを使ってみたというものでした。
あとはね、ついでに、こう、派手紙あるある的なことを、あんまり言ってないな。でも、バイトの話はね、主にこう、後半バイトの話ばっかりしてましたね。ちょっと、バイトの話をしてみましょう。続き、なんだっけ。